そうですね、そっち側が音ゲー側が 1P でファイトクラブ側が 2P となります。ではスタートボタンを押して始めてください。 Please select your character. はい、というわけで、新年明けましておめでとうございます。まずは第1回目となる本日1月2日2021年1月2日となる新年最初のブレイブルーゴイチャリ週末大会なんですが、まあ、大晦日の大会でね、つい最近人数が集まってたということもあって、間がちょっと今回は曜日の関係であんま空いてないですね。中1日ほぼ1日ぐらいの勢いで、土曜日を迎えてしまったこともあってか人数は少ないですが、なんとか開催できる運びとなりましたのでやっていきたいと思います。 The Wheel of Fate is turning. さあ 1P 側が KLY のジン、 2P 側がハルさんのエルミです。まずはシニビーからエルミがワンコンボ入れて、熱波にはジャガクを裏回りになっているが、ここはいい当たってしまった。オーケー、ジャンジーカウンター、4投げしてしっかり画面端のコンボに行く。さあ熱波はジャガク、おいしい。さあ頭突きする前にシャガパンで暴れていきますし、これはもういい判断ですね。オディッジャガゴーが弱い、おかしくない。今の無敵あるはずなのに一瞬ですごい速攻で潰れたけど、オッケー、カウンター6ミリフェイント。今ゴーガを入力していたのが手元に見えたんですが出なかった。読みは合ってましたね、出てればカウンターでしたが、一本選手したのはジェーン。おっと、左ジャガクがカウンター、ぶつきジャンディカウンター。さあジャガパンからゴーガはジャニーや一気は顔出て危ない、ジャン激はガード。さあ勝利を警戒しているが、ここはしゃがんでしまった。しゃがみくらいのトンボが通ります。危ない、まだ大丈夫、怪しい。あ、しかも繋がってないコンボだ、危ない。ここがここは完全に通ります。がジャンシーシータッチシーのところに非連装で割り込んでいきまして、まず勝利したのは KLY のジンとなります。ユーキー・テルミいきたいと思います。 1P 側がアトライチ、 2P 側がアルテルミとなります。さあ今に帰ってきたというアトライチ、今大会で久々に顔を出ましたが、まあ、ちょっとね覚えてない感はありますけども、これはブレンチまで行きます。ちょっと高い、おいしい、ラミくらい。これはつまめ返して返していって移動起き上がりで難を逃れる。ジャンディ出かかりよ、全然吊るされて、ここバースト使っていきました。テルミ立ち2 6C からルスキー、やべえ、ルスキーの技も忘れた。いいや、さあアクティブローダーがこれはうまく飛びを通して 6C、 おーっと 6C3 ダメ直前ラッキャン、立ち 2 6C ゲージがない。さあこれは友投げいったがラッキャン使ってるんでゲージはない、キャンセルの DD はないです。おわお、あ、ガメラジ、
あっと、ハツが暴れつぶしになった。これは残らないですね。あと、ツードットといった感じですが、どうだった。一本先取したのはライチ。さあ、出し2B 通して、おっと、ここは熱戦が行きましたね。これな、わーっと、うらやま、初で止まる。カジリ出る前に潰されて、ジャンディーカウンター、ジャンディーにボアカウンター、ジャンディー落ち、おお、変な当たり方、珍しいな。2段目が使って1、3だけ当たるってなかなかないですよ。 6D からうまい、 6D もう1回、 3C、6D は入らないが、これはそのまま前から踏んでいきました。1-1でファイナルラウンド。こっち動いてしまった。今度はミスる。さあ、画面足から抜けたいテレミ。ここはなんとかしのいだが、まだ押し込まれる。スーパーメガ石、ジャンプジャンプやりち、危ない。さあ、寄りたいが、ここバスト、苦しい体力さ。福投げやり返した。 6B で落として、なるほど、ういうまい。が、危ない、先ほどで落ちる、ジャーニーに、おっと、これは中段通ったが、バースト間に合った。が、最後空中ダッシュ。いや、かなりの接戦でしたが、勝利したのはアットライチ。アルテルミは残念ながらここで、2敗となって敗退が決定しまして、優勝決定戦はKLY対アットとなります。さあ、この組み合わせ自体もなかなか懐かしいものがありますが、いきましょうか。 1P 側 KLY のジーン、 2P 側アットライチです。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、前まではまあアットのライチはかなりやり込んでいたっていうのもありますが、だけど多分 KLY の方がやる機会、ブレイブやる機会はあるんじゃないですかね。あー、ダメですよ、ガーポで取られてしまいます。カガットでガードポイント使ってんだろ、連想。これは安定薄いキャラはどうしてもああなっちゃいますね。 3C 先端だと武装が光るみたいな、まあ、ナオトとかあまりのところもそうですね。あ、いいや、これじゃん、おっ、うまい、右手でリガンタバースト、お、突衝撃、これは思い切ったぞ、しっかり倒しきる、いいですね、いい突衝撃。確かにフォーク読みとかね、ああいうところで打つのは全然ありですけど、すぐ綺麗に飛び越えて 4D から、さあ、しっかりコンボ、キャッポ、
青井、さあ青井が結果オーライです。60002段目中段ですよ。しかも減る、わー減った3700。11でファイナルラウンド。クー投げバスト、すぐバスト、おっとギリカウンターやり返して、やっと戻ってきた棒が悪さしてくる。一発コンはできないが三振、ノーマルヒット。さあいい勝負になっているが、どうだ追い込めるか。ジャンビー、あーっとこれはジョンビータイクスカートのところしっかりタッチ、タッチ D だが 6B 何も出ない。あっと判断はいいかと思ったんですがちょっと怪しかったですね。さあただやっぱり最近やってるだけあるといった感じで、動きが良かったですね。判断も良かったですよ。はい、というわけで、勝利した本日の優勝は KLY の陣です。はい、拍手。次は容赦なく、ね、いくらあったかブランからまだあるとはいえ、まあ、かなり判断良かったですよ。最後のはまあね難しかったですね。突衝撃か突衝撃じゃねえや、飛山撃ラピアン1打目でラピキャンからどうのこうのだと思うんですけど、何はともれお見事でした。KLY の陣が優勝となります。